五天場高原寺の住みか五天場高原寺の住みかは、静岡県五天場市神山にあるレジャー施設。五天場高原ビールの施設があることから、地元ではビール醸造所以外の施設も含め、五天場高原ビールとも呼ばれる。ほとんどの施設は株式会社寺の住みかによる運営だが、一部は株式会社五天場高原ビールによって運営されている。本項目では、 五殿場高原寺の住処敷地内などにある、サッカーをメインとした、スポーツコンベンション施設、寺の住処スポーツセンターについても記す、広大な、敷地内にホテル、レストラン、ビール醸造所、温泉施設、サッカー場、美術館などがある。夏と冬には発光ダイオードを使ったイルミネーションが行われる。元は、静岡県の落農研究施設として開設された。その後、 民間に売却され、ホテルが建てられ、レジャー施設富士牧場公園として開業した。1990年代に米久市創業者に買収され、1995年から古典場高原ビールの醸造が始まった。地ビールブームに乗って観光客が増加し、施設の拡張が相次ぐようになった。2000年代には夏と冬に発酵ダイオードを使ったイルミネーションが開始され、 さらに観光客が増加した。時の住処スポーツセンターは、株式会社時の住処が運営する、サッカーをメインとした、スポーツ交流施設。御殿場高原時の住処の敷地内をはじめ、以下の場所に、計17面のグラウンドと、最大2500人を収容できる宿泊施設を備え、サッカー合宿やサッカー大会が行われる。上記のほか、富士宮市北山に、 人工芝一面の富士の宮グラウンドを有する。サッカー、日本代表をはじめ、有力サッカークラブが合宿に訪れる。2002FIFA フフワールドカップの際には、サッカーウルグアイ代表が合宿を行った。毎年正月に開催されるサッカー大会、ジノスミカカップは、全国高等学校サッカー選手権、大会全国大会に出場できなかった有力校が参加することから、 裏選手権と呼ばれることがある。毎年秋に開催される JU スカップでは3回戦の集中開催会場として使用されている。福島第一原子力発電所事故に伴い J ビレッジでの活動ができなくなった JF アカデミー福島が2011年4月から一時避難場所としてここで活動を再開している。東名高速道路の五天場インターチェンジから約15分もより駅は JR 東海五殿場線の岩波駅である。また、五殿場駅、裾野駅、三島駅から送迎バスが運行されている。東名五殿場バス停まで高速バスが東京駅、新宿駅、名古屋駅などから運行されている。東名五殿場バス停からは送迎バスで約20分である。詳細は、五殿場インターチェンジ五殿場バスストップを三椒箱根湯本駅から箱根登山バスが 路線バスを運行、ありがとうございます。